機体兵隊は、江戸時代末期に、仙台藩で結成された、洋式渋隊である。蕎麦、伏見の戦いの後、藩薩長の立場であった仙台藩は、危機感を覚え、戦争準備と装備の近代化の必要を痛感し、洋式部隊の編成に着手した。西洋砲術や不平術を学んでいた、星淳太郎を横浜より呼び戻して、慶応4年4月にヒタ兵隊を結成した。 純太郎が横浜で仕入れてきた元米式のスナイドル銃を装備した最新鋭の部隊で大使はイギリス式長連を受けイギリス軍に習った石国リバーシブルのシ射製の軍服を着用したことで知られている。隊員は家中の次男、三男から募り、六個小隊編成で総員約800名。士官隊のほか四金世戦式砲二門。 流弾砲一門、砲兵や砲兵だけでなく、軍楽隊まで編成されていた。母親戦争では、東北地方での戦闘を前に、仙台藩が、奥上え列藩同盟の義を破って降伏したため、活躍の場は失われた。しかしこれに、隊長の星淳太郎以下は激怒して、反乱を起こした。相馬口へと南下して、相馬城を占領。慌てた、藩主。 だ達義邦らの説得によって、仙台で先端を開くのは諦めた。しかし、学兵隊の存在は標順の意を示したい、仙台藩にとって邪魔であり、星淳太郎を暗殺するという風評が立って、非対兵隊は動揺して、大使の離脱が、相次ぎ、ついには半減してしまった。松島湾に停泊中の旧幕府艦隊の江本。 鎌次郎は北進して、江戸地に共に進もうと星を説得。ついに星、二関源氏、荒井平野心以下の約250名は脱藩し、船に乗ることになった。仙台藩は、衝撃隊の細谷重太夫に、江本元艦隊の出航準備をさせており、細谷は仙台人の意地を江戸地で見せることを期待して、脱藩学兵隊が、旧幕府軍と共に、 江戸地に向かうことを後押しした。函館戦争で、非対兵隊は、来ないで優先。最後まで戦い抜いた。ありがとうございます。